2637円と500円どころか、労使を合わせると1000円超える試算がもうすでに出されていると。費用者との折半がございますので、倍近くにはなるということも、その表示の仕方ではなりうると思います。じゃあ昨日はもう500円の負担はあり得るということを認め、今日は1000円を超える可能性があり得るということを認めたということで、これ言わないのはまさに増税隠しと。でこの追加負担の有無程度も、まあ、見通せないこの制度に国民はやっぱり協力なんかできないと思います。次に石川香織さん。石川さん。立憲民主党の石川香織でございます。大臣の皆様、今日よろしくお願いを申し上げます。それでは今日は子ども関連の質疑しますが、通告はしておりませんけれども、加藤大臣に子ども・子育て支援金についていくつか初めにお伺いをさせていただきたいと思います。今日もですね、たくさんのマスコミ、新聞報道などで、この国民負担500円を超えるということを、ようやくお認めになったということが記事になっております。これ分かりきっていたことだったんですけれども、ずっと認めてこられなかったということで、ただですね、この専門家の西澤和彦さん、この試算では、例えば協会憲法では月額1025円、組合憲法では1472円、そして共済組合では1637円と、500円どころか、労使を合わせると1000円超える試算がもうすでに出されていると、でこれ、国民の負担額が1000円を超える可能性というのはあるんじゃないでしょうか。子ども政策担当大臣、加藤鮎子さん。支援金についてのご質問があるという通告をいただいておりませんでしたので、まずお答えできる範囲でお答え申し上げますけれども、500円弱というのは、加入者1人当たりの平均を、保険制度全体においての平均を出しているものでございますので、先ほど民間で示されたというその数字につきましては、様とは差が出てきます。と申しますのも、使用者と加入者、あるいは費用者との費用者との折半がございますので、倍近くにはなるということも、その表示の仕方ではなりうると思います。また500円以上、1000円以上の負担がありうるかということに関しましては、費用者の方ですとか、加入者の方々のその、支払いの能力ですとか所得に応じて変わってきますので、可能性としてはあり得ると思います。じゃあ昨日はもう500円の負担はあり得るということを認め、今日は1000円を超える可能性があり得るということを認めたということで、もう一度確認させてください。あくまでも500円弱というのは、加入者1人当たりの平均を示したものでございますので、社会保険料が、その支援金の拠出、社会に支援金の拠出が、1000円を超える方がいる可能性はありうると思います。それはもちろん所得に応じて、あるいはさまざまなその加入している保険の制度の種類にも応じて変わってくるところだと思います。お認めになったと思います。で、今ですね、細かい数字はこれ発表できないかもしれませんけれども、昨日加藤大臣も医療保険制度ごとに支援金を算出するためには、さまざまな仮定を置く必要があると、いうことを答弁されております。今法案も提出されるわけでありますので、加藤大臣の頭の中には、それぞれの保険ごとの負担額、大まかなイメージ、これは当然頭の中にあるということでよろしいですか。保険制度ごとの平均ですとか、その拠出に額に関しましては、先日総理からも申し上げたとおり、法案審議に、少なくとも法案審議に間に合う形で、どのような形でお示しするかも含めて、お示しをしていきたいと、このように申し上げているところでございます。法案審議という話ありましたが、これ、予算委員会ですので、せめて大まかな試算をしていただいているものということを信じたいところでありますけれども、本当に頭の中で試算イメージがないのであれば、そもそも予算審議、これ、成り立たないわけでありますし、大まかな視線があるのであれば、これ、言わないのはまさに増税隠しとそのものになってしまうと思います。で、この子育て世帯も、これやっぱりしらけちゃってるんですよね。でこの追加負担の有無程度も、見通せないこの制度に、国民はやっぱり協力なんかできないと思います。
もうこの負担がですね発生することは明らかなわけでありますので、しっかり誠実に説明をするということが必要だと思いますが、はい、大丈夫でしょうか。増税隠しじゃ なければないということもはっきり言っていただいて、はい、もう一度お願いいたします。支援金制度に関しましては、歳出改革をしっかりとまず行って、その歳出改革で生じる、分を歳出改革によって、負担を軽減をさせ、その軽減させた幅の分だけ、拠出をいただくという設計をさせていただいておりますので、ここで、追加的な負担が全体として実質的に生じるということはないというご説明をさせていただいております。もう再三委員も我々も質問しておりますけれども、もう負担が発生するということは明らかなわけですので、ぜひ誠実な説明を今後もしていただきたいと思います。では時間が残り5分になりましたので、通告をしておりました質疑参りたいと思います。